フローレ鴨川ショッピングセンターは、千葉県鴨川市横渚973の一番地に位置するショッピングセンター。JR 東日本安房鴨川駅の西口に出店している。1991年に地元商店主らが出資して設立した鴨川ショッピングセンターによって開発、運営されていた。各店舗は大木屋。 ジャスコ鴨川店で開業したが、1999年8月21日に、扇屋ジャスコが、ジャスコ本体に吸収合併されて、ジャスコ鴨川店となり、2011年3月1日に、ジャスコの店名がイオンに統一されるのに伴い、イオン鴨川店となっていた。フローレとはフランス語で小さい花という意味であり、外壁にも、そのマークがある。駅前で、 印鑑証明などの行政サービスやボーリング場などの娯楽、行政機能も併設したショッピングセンターであったため、駅の待合時間の良か利用客や周辺住民の買い物の場として、休日は1階を中心に賑わっていた。しかし、市内に競合店が進出することで、客足や売り上げが伸び悩み、2005年には店内の大規模改装、 2008年から2009年にかけてはテナントの入れ替えを行った。さらに2011年に発生した東日本大震災の影響で南房総に来る観光客や地元客の購買の減少によりテナント撤退が相次ぐことになった。その結果、運営母体の鴨川ショッピングセンターが負債総額約6.1億円を抱えて 民事再生法の適用申請を行って保全命令を受けることになった。負債は約6億1000万円に上りながらもテナントの営業は継続する予定であったが、再び2012年にかけて営業不振によりテナントの撤退が相次いでいる。営業自体は民事再生法の適用申請で停止せず継続された。など。 他点に関しては公式サイトを参照。ありがとうございます。